こんにちは、今日はね、前回の続きでこのカメラの紹介をやっていこうと思うんですけど、その前にね、ちょっとお伝えしておいた方がいいと思うことがあって、 H2 の画質についてなんですけど、昨日ちょっとこのカメラで写真を撮ってみたんですけど、結構ね、良かったです。はい、自分が想像していた 1.5 倍ぐらい印象が良かったので、買おうかなって悩んでる人はね、おそらく画質っていう意味では買っても後悔することはないと思うので、一応お伝えしておきます。はい、じゃあすいません、これからね、このカメラ詳しく見ていこうと思います。はい、見た目のね、印象なんですけど、前回と全く同じで、ここがね、ミラーレスなのにこうごっついなっていうのが、印象で、もうね、それ以外の感想っていうのは、出てこないです。はい、で、自分はずっとね、 XS10 っていうカメラをずっと使っていたので、S10 と比べながらね、紹介していこうと思います。はい、2台ね、並べるとこんな見え方で、XS10 ってかなりね、コンパクトに設計されているカメラなんですけど、それと比べてもね、そこまで大きさに違いはないので、 XH2 は大きさ的にはそこまで大きいカメラではないっていうふうに自分は思います。で、重さはどうかっていうと、もちろんね、こうやって2台持ち比べるとこっちのね、S10 の方が全然軽いですけど、かといってこの XH2 が重たいかって聞かれると全然そんなことはなくて、重さもいわゆる普通のカメラの重さだと思います。決してね、大きいわけでもないですし重たいわけでもないので、自分的には、本当に普通のカメラっていう印象です。はい、でグリップなんですけど、大きさもね、しっかりあって、で深さもそこそこあるので、どちらかといえば持ちやすい部類のカメラだと思います。じゃあね、各部署をね、それぞれ詳しく見ていこうと思います。はい、前の方から順番に見ていこうと思います。まずボタンがね、3つついてて、ここがね、フォーカスモードの切り替えのボタンになってます。で、前はね、ここレバータイプだったんだけど、このカメラはボタンタイプに変わっているので、どっちが使いやすいのかは、これからまたね、このカメラを使い込んでからね、後日、レポートしようと思います。で、こっちがね、レンズの交換する時のボタンで、でちょっと見にくいんですけど、ここにもう一個ボタンがあって、これはね、あれだね、水準器の表示させるボタンだね。で、そんなとこかな。あとはここに、シャッタースピードとか絞りを割り当てる、ダイヤルがついてます。はい、カメラの前側は以上かな。じゃあね、次上の方を見ていこうと思います。はい、見た目がね、かなりね、すっきりしていて、これは結構自分好みのタイプです。はい、自分はなるべくなくていいものはついてない方がいいって思っているので、この見た目はかなり自分のタイプです。はい、じゃあね、順番に紹介していきます。まず左側にね、モード切り替えのダイヤルボタンがついてます。で、このダイヤルのね、操作感もね、結構ね、こうしっくりくる感じで、結構いいと思います。で、反対側はね、ダイヤルボタンとかはついてなくて、その代わりにここに液晶モニターがついてます。で、あとは、普通にシャッターボタンと、レックボタンで、ISO感度の切り替えのボタンと、ホワイトバランスの切り替えのボタン、ここにもね、ボタンが1個ついてるんですけど、これ多分あれだね、ファンクションのボタンだね。はい、で上面はそんな感じなんですけど、ここのね、レックボタンってこれいりますね。これ自分ずっといらないなと思ってて、あの S10 にもついてるんですけど、このボタン一回も使ったことなくて、動画の録画ってここのシャッターボタンでも録画ができるので、自分的にはこれいらないなってずっと思ってます。はい、はい、じゃあね、カメラの後ろ側を見ていこうと思います。ここにね、再生ボタンがあって、
で横にゴミ箱ボタンがあって、この辺はね、あれだね、S10と共通だね。でファインダーが、見やすくなったっていうふうに言ってたんですけど、昨日写真を撮ってる時点では、自分はちょっとまだ実感はできてないんですけど、これもまた後日レポートをしていこうと思います。で液晶画面がこうパカッと開いてこうくるくるって回るタイプのものがついてて、でここにね、冷却ファンが取り付けられるようになっています。でこれは 4K の撮影をする人とかには、とってもいいと思います。よいしょ。あとは、ここにメニューボタンがあって、その上下左右にセレクトボタンがあって、でこのセレクトボタンの感触がとっても良かったです。こう押してるとすごい気持ちいいです。はい。でこれがあれだね、戻る戻るのボタンだね。であとは、Q ボタンがここについてて、S10 の場合は Q ボタンはこう上側についてたんですけど、このカメラは Q ボタンがここについてます。はい。でどっちについてた方が使いやすいのかはこれもまた後日お伝えします。はい。あとは、AE のロックのボタンとフォーカスのロックのボタンがここについてます。はい。でここにね、フォーカスのカーソルを動かすボタンがついてるんですけど、これがねちょっと減点ポイントで、ちょっとねこう押しにくいというか操作しづらい感じが、しました。はい。これちょっと慣れ、どうなんだろうね、慣れたら大丈夫なのかもしれないですけど、今のところねこれかなりちょっと使いづらいなっていう印象です。で、ここにね、シャッタースピードとか、絞りを割り当てられるダイヤルがついてて、で、このダイヤルがね、かなりね、良くて、ここはね、プラス20点ぐらいつけたい感じで、自分もともと XT3 っていうのを使ってたんですけど、XT4 とか、E4 もそうなんですけど、コマンドダイヤルってありますよね。あれがね、すごいこう感触がグニグニしてて、すごい嫌だったんですけど、このダイヤルはね、こうしっかりこうカチカチ回るタイプなので、これはとっても使いやすいです。はい。これはとてもいいと思います。はい。じゃあ、後ろ側はそんな感じかな。じゃあ次はカメラの下側を見ていこうと思います。はい。カメラの下側は、もう普通にグリップの下に、バッテリーを入れるところがついてます。はい。まあ、この辺は普通です。はい。で、グリップ側のサイド側はね、ここに、カードを入れるところがついてて、SD カードと、CF カードが、2枚入れれるようになってます。はい。よいしょ。で、反対側は、これもいわゆる普通です。ここに、マイクの入力があって、でここにヘッドホンの出力があって、でここが映像の出力があって、で下に USB が接続できる端子がついてる。はい。そんな感じかな。はい。はい。以上がね、各部署の紹介でした。で次回ね、皆さん H2 の画質が気になっていると思うので、次回は画質の動画を紹介していこうと思うので、またよろしくお願いします。それではありがとうございました。さようなら。